はい、皆さんこんにちは、ワナリズフジです。今回プレイしていくのは、プロ野球スピリッツの2015高橋由伸でのプレイですね。続きを早速見ていきたいと思います。今回はオールスターゲームの、ね、様子をお届けしていきたいと思いますけども、まず選出されたセントラルから見ていきましょう。セリーグですね。先発は菅野、そして黒田ですね。宇都宮、もしかしたら黒田はね、今のフィーバーぶりを考えるとリアルオールスターでは1位で来るかもしれないですね。長月は山口ですね。抑え、岩瀬、ウスンファンとかも入ってますね。キャッチャーでは阿部か、キャッチャーのカテゴリーになるかどうかもちょっと阿部微妙ですけどね。そして外野では高橋由伸、大活躍してますからね。で、セリーグ見てみましたけども、今度はパリーグです。先発大谷が、まあそうだよなと、金子、抑えではサファテとかが入ってますね。捕手では、あ、島が3番になっちゃうんだな。まあちょっと、イーグルス、東北楽天ゴールデンイーグルス自体がちょっとね苦戦してるっていうのもありますけどね。あ、三塁手は小屋野が入ってますね。オリックスに移籍した小屋野。なるほど。さあ、そしたらですね、早速、オールスター第一戦見ていきましょう。先発金子、そしてマイケンというゲームですね。さあ、まずはラインナップのオーダー見ていきましょう。セントラルの方、1番山田、そして2番菊池、雄平、バレンティン、アンダーソンと続くオーダーですね。高橋由伸は7番レフトでスタメンです。一方パリーグの方は松井、これ松井和夫のことかな、きっとね、ショートに入ってますし、田中健介、4番にはブランコ、5番は陽大観という、そして6番にはレフトで中田が入ってます。まあ、金子千尋打つのは容易なことではないのは明白なんですけどね。まあ、せっかくのオールスターなんで、ヒット1本でも2本でも打って、あわよくば MVP を狙っていきたいと思います。スターが集う夢の球宴オールスターゲームが今日から開幕です。さあ、まずは守備機会ですね。マイケンがどんなピッチング見せてくれるか。あ、そうですね、松井和夫ですね。今年も球界を代表する素晴らしい選手たちが選ばれました。さあ、今年はどんな名勝負を見せてくれるんでしょうか。松井が打席に入ります。松井和夫は相手を0点に抑えて長く頑張ってほしいですけど、打率もねしっかり残してますね。もうスイッチバッターなんてほとんど見ないですから、ね、今一軍でスイッチバッター松井和夫以外に誰かいるのかな。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。さあ、マイケンは無難な立ち上がりを見せてくれています。金子との対戦、バッターは7番に入っている高橋、高橋、金子千尋、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上のピッチャーは金子千尋、このスプリットの落差はすごいキレがあるな。このバッテリーをオールセントラル打線がどう攻略していくか。インサイド落ちました。これはどうか、セカンド、これはアウト。アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。田中健介ナイスプレーと、ご覧いただきましょう。ここでピッチャーを助けるファインプレーが飛び出しました。いや本当に硬い、やっぱりそう簡単に点は取れないですよね。ただ金子からミラ・ニコライウ、ちょっと見れなかった。
ンドゴロに倒れています。ニコライオですね、ストレート155キロか、スライダーシュートチェンジアップ、なるほどね、これは知らない選手でしたけど楽天の選手ですね。最初は変化球できました。うーん、打ちました、わずかに右に切りました、ファールボール。3球目外れました。うわー、打った、これはまた田中か、今日田中に2本ヒットを消されてるな。いいプレーが出ました、ファインプレーです。今のはいいプレーだったな、見事なダイビングキャッチです。打った瞬間抜けたかなと思ったんですけどね。高橋由伸の3回目、まあ、これが最後かなと思いますんで。ゲームは7回の表です。平野ですね、7番から始まるオールセントラルの攻撃、高橋がバッターボックスに入ります。オールさん絶不調で出てくるんですね。セカンドゴロに倒れています。オールパシフィック1点リードで迎える7回です。うわ、さあこの点差を維持できるんでしょうか。ところ、そうですね、いかにこのリードを守るかってことですよね。1点の重みを感じる、そんな回になり、代打出されずに第4打席も回ってきた。ピッチャーは変わってるでしょう、誰になってる。サファテか、高橋、今日はまだ当たりがありません。もうストレートだけ狙っていこう。ランナーを一塁に置いています。2球目は何で来るか、ランナーに神経を使いながらの投球になります。うわー、また松井和夫だ、ファインプレーだ。アウト、これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。たまらないな、もういいプレーが出ました、ファインプレーです。先ほどのプレーです。ここはダブルプレーに仕留めました。ピッチャーは楽になりましたよ。いやさすがオールスターっていう、もうヒット3本損したかのようなね、もう本当にそんなファインプレーのオンパレードを見せられましたけど、ただ由伸自身タイミングが完全に外れてるとか全然歯が立たないっていうようなそういう感じではなかったんで、第2戦はねヒット1本出番があれば打ちたい。今日の先発は大谷翔平ですね。お、今日もスタメンだ。オーダーはこんな感じです。昨日と基本は変わってない感じかな、パッと見は。大谷と初対戦ということになりますけど、160キロのストレートね投げてくるのかと。それでは夢の球宴オールスターはスタジアムを移動して第2戦が行われます。解説は、さあまずは守備機会からですね。先発の菅野、まずはさあ夢の救援、今プレーボールがかかりました。ワンボールツーストライクから松井和夫に対して菅野が投げる。オールスターを楽しむ上でどこに注目すればいいですかね。これ菊池いいところに守った。それぞれはとにかく俺がっていう形で多分試合、 そして第1戦に続いてパリーグが1点先制して2回の裏、対大谷翔平、高橋由伸、ワンアウトランナー二塁一塁、ヒット1本出れば同点かという場面ですね。ちょっと大谷のデータ見ましょう。ストレートマックス162キロですね、そしてスライダー、縦のスライダーもあります、落ちるスライダーですね。あと高速カーブにサークルチェンジ、カットボール、スローカーブにフォークも持ってますね、球速、球の切れ、変化球すべて一級品と。まずは落ちるスライダーから、初球ボール球です。スラー内へズバッと投げ込んできました。ストレートは157キロ、
まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますが、今度は落ちるスライダーですね。なるほど、この落差、このスピードの緩急、ね、打てない。見逃しましたが三振。大谷に関してはもう狙い球ある程度絞っていった方がいいかな。もしかしたらもうストレート速い球絶対1球は来るんでと思ったらミコライオにスイッチしてるな。しっかりと繋いでチャンスの場面を迎えています。いい形で繋いでましたね。ミコライオさあオールセントラル前の試合でヒット打ってるからな、イメージはできてます。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ここは一塁のランナーを進められれば一気に逆転も見えてきますね。うん、なるほど、そうです。うわー、最後はズバッとストレート。ランナー返すことができませんでした。もう一回回ってきて、ちょっとこのままノーヒットでオールスター終わりたくない。バッターボックスは7番。さあ3点ビハインドです。フォアボールのランナーが出ています。スライダー体に近いところです。中途半端なストレート149キロ避けたいですね。なるほど、そうですね。ストレート154キロ。もう一球ストレート狙っていきましょうか。と見ていいんでしょうか。いや、まだ。うわー、スライダーだったか。三振です。代打は送られていないということで、これが多分本当に最後のチャンスになるでしょう。佐藤達也ですね。ピッチャーは佐藤達也。ストレート153キロ。あとは高速スライダーも A ですね。持ち球としてはフォーク、サークルチェンジにスローカブ、ツーシームにカットに縦の落ちるスライダーということで球種も豊富です。まずは近いところフォークボールから初球ボール。あ、外野は下がってますね。バッターをかなり警戒していますね。一発すれば逆転という場面、そのようです。ただ3ボールですね。これで3ボール。ここはストレート1本で待ちます。そうですね、バッターを、ね、意識しすぎたかもしれません。だーゲッツーだーというかツーアウトか。セカンドが抑えた。二塁送球、二塁アウトで。オールスターはちょっといいところがなかった。9番バッター糸井、先ほどの打席でヒットを放っています。2アウトランナーありません。打者データ糸井、糸井糸井ね、ちょっと前半苦しんだイメージありますけど、やっぱり超一流のバッターですね。これ見るとパワーも B あるしな、肩は S だ。いや素晴らしい。ただ最後は空振り三振、ストレートの前に3アウトチェンジ、ね、ご覧いただきましょう。最後は三振。はい、というわけでゲームセットです。オールスター、まあ、ちょっといいところ全くなかったですけど、大敗戦となってしまいました。大谷とかね、糸井とかのデータも見応えのある試合、まあよしとしましょう。はい、というわけで今回はですね、オールスターをプレイしてみました。次回はですね、またあのレギュラーの戦いに戻って、ペナントの方にね戻っていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。